皆さんこんにちは。 CCB とは主に80年代に活躍されたバンドです。代表曲にはロマンチックが止まらないなどがあり、当時はレコ大や紅白など多くの音楽番組で無双していました。80年代の終わりに突如解散し、その後にメンバーが逮捕されたり若くして死去したりとネガティブなニュースばかりが報じられました。今日は元メンバーの解散後の音楽人生と現在についてまとめてみたいと思います。ネットで上でたびたび話題になる CCB の元メンバーらの近況、かつてはレコ大や紅白で活躍した80年代後半を代表するグループだっただけに、薬物での逮捕や紐状態のメンバーがいることは衝撃的なのです。ベースの渡辺さんは55歳の若さで死去、ドラムの龍浩二さんも60歳の若さで死去、キーボードの田口智春さんは薬物で2度の逮捕、ギターの関口誠さんは紐状態&アル中で肥満など健康状態が最悪です。唯一しっかりと音楽活動をしてるのはギターの米川秀幸さんだけです。渡辺秀樹さんは米販売店を営む家庭の3人兄弟の長男として生まれました。文京区立成の小学校、文京区立第六中学校を卒業後、帝京高校を中退。中学時代からアマチュアバンドを始め、10代の頃からライブハウスに出演。1977年頃に田口智春、龍浩二らと出会いユニットを結成しました。バンドのリーダーとして活躍され、端正な顔立ちからファンも女性に人気でした。解散後は、B パブリックの丸山正道さんだと、ボズムを結成したり、CCB の元メンバーやその他のアーティストと組んで、精力的に音楽活動をこなしていました。2012年頃までミュージックスクールで月に一度ベース教室の講師をしていたこともありました。1980年代後半に元キャビンアテンダントの女性と結婚しますが、その後離婚しており、生まれた女児2人を渡辺さん側が引き取り、再婚せずにシングルファザーとして育児に奮闘しました。長女のエリナさんはファンの間でも有名で、2012年のライブでは共演も果たしています。渡辺さんのブログでは長女が作ってくれたオムライスの写真がアップされるなど、父と娘でとても良い関係を築いていたのがわかります。次女の雪乃さんも渡辺さんのブログにたびたび登場しており、ブログでは中学、高校と入学式、卒業式の写真をアップしていました。メンバーの中で一番ロックな性格だったと知られてますが、家では父親としての責任を全うしていたということです。渡辺秀樹さんは2015年6月に大動脈解離で緊急手術を受け、一度は容体が安定しましたが、翌月7月13日に急性大動脈解離による多臓器不全にて逝去しました。渡辺さんが死去した際には、元メンバーが悲鳴のコメントを発表しました。米川さんは、数日間は信じられなくて、現実として受け止められなかった、とつぶやくと、龍さんも、お見舞いにも行けなかったので悔いが残った。この若さでまさか、明るい感じで元気だった人間が、僕の方が先かと思っていたので悔しい、と唇を噛んでいました。その後の活動についても質問が飛びましたが、苦楽を共にした仲間が抜けた穴は大きく、米川さんは、まだ話してないね、と明かし、龍さんも、全然そこまで言っていない、受け止めているようで受け止めていない感じ、と胸中を吐露。バンドを大切にしたいけど、それをどうするかは、リーダーがいなくなって柱がなくなっちゃったからね、と語りました。それでも龍さんは、最後までいいバンドだったな、って言われるようになりたいと前を向いていました。家族にもメンバーにも信頼された渡辺さんでした。龍浩二さんは若い頃からバンドの中で愛されキャラで、解散後もメディアに出れば可愛いとチヤホヤされていました。おじさんになった後も可愛い笑顔は健在で、多くの人に愛されてきました。龍浩二さんは子供の頃から体が弱く、
病気がちでした。幼少時代には小児喘息、CCB として活動している前後にも、ストレスや忙しい生活から十二指腸潰瘍、摂食障害、脚気、胃潰瘍など多くの病気を患っていました。バンド解散後はソロ活動をされていましたが、1993年頃からは体調不良を理由に音楽活動から遠ざかっていました。バンドの名曲ロマンチックが止まらないのメインボーカルだったということでもあり、近年にこの曲が取り上げられたと同時にメディアに再び露出する機会が増えていました。2016年4月には熊本地震で被災し話題となりました。亡くなった方が出た時、すごくショックでした。大きな橋が落ち、村の中の道はズタズタです。僕が村のために何ができるか考えていますと被災地の悲惨さを語り、多くの共感を得ていました。2018年には脳梗塞で倒れ、2022年の7月には持病の糖尿病で入院。その後2022年12月14日に脳梗塞のため60歳の若さで亡くなられました。死後ギター&ボーカル担当だった関口さんは、随分会っていなくて連絡をしようと思っていた矢先の報道で絶句した。龍は可愛らしく見えて一番男らしいやつ、決断力も判断力もあったとライブでコメントしました。ちなみに亡くなった際には独身だったことも判明しています。80年代の20代の頃に一度結婚していますが、1990年代に離婚してしまったそうです。昔に占い番組に出演した際には、売れていた頃に結婚すればよかったと、当時は花嫁募集中とコメントしており、再婚はしたかったようです。田口智晴さんは10代の頃からアマチュアバンドで活動し、キーボード奏者として業界でその名が有名になりました。高校時代には近藤真彦さんの第2期専属バックバンドダブルスに加入し、プロとして活動を開始し、一時期はジャニーズの参加メンバーとして、若くしてそれなりにお金持ちでした。1984年にアマチュア時代から交流があった渡辺秀樹さんや劉浩二さんが参加していた CCB の初期メンバーが脱退したことにより誘いを受け、 CCB のセカンドシングル瞳少女から正式にメンバーに加入しました。加入後は多くの楽曲の編曲などで活躍し、中心メンバーとして重宝されました。解散後は元 CCB のメンバーである渡辺秀樹さん、米川秀幸さんとユニット米田渡るを結成したり、ソロとしても才能を発揮しました。その後に体調不良などで音楽活動が不定期になり、2015年4月には腹部の強い痛みにより入院、2015年に覚醒剤所持で逮捕されるというゴシップもありました。逮捕容疑は、同日午前11時35分頃、自宅で覚醒剤2袋を所持したというもの。同年9月に懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を受けました。2016年1月には大腸に穿孔が認められたため、大腸の一部を切除する手術を受けています。手術を受けた同年の2016年4月に、再び覚醒剤を使用した容疑で2度目の逮捕、懲役1年6ヶ月、うち懲役4ヶ月を、保護観察付き執行猶予2年の判決が出ました。2度目の逮捕後は音沙汰もなく消息不明でしたが、2021年10月4日に2016年4月6日から、更新の止まっていた Facebook におよそ5年6ヶ月ぶりに更新しました。現在の田口さんは、頚椎症性脊髄症の手術を受け、入院後に心の病を患い、精神科のプログラムに毎日通っていたそうです。しかし今年8月1日に3度目の逮捕、捜査関係者によると、6月18日に東京都足立区の自宅で、覚醒剤約0.585g、末端価格3万8000円相当を所持した疑いで現行犯逮捕したとのこと。メンバーの関口さんは、
田口のことは残念。あいつは悪人じゃないんだよ。むしろとても優しくていいやつです。もっと頻繁に電話すべきだった。責任感じてます。僕の気持ちは、今一人ぼっちの田口の心を思うと、かわいそうで辛い、寂しかったんだろうな。悪いことはわかってます。僕からも皆さんに謝ります。すいませんでした、とコメントしました。米川秀幸さんは中学生の頃からギターを始めましたが、中学生の頃に組んだバンドではベースを担当したそうです。洋楽のロックスターに憧れ、音楽のルーツには70年代のロックンロールスターがいます。高校卒業後は音楽の専門学校に進学し、その後は事務所に所属。事務所が運営している音楽スクールに通い、2年のカリキュラムを1年でこなしたことから、CCB への加入が決まったそうです。1987年に関口正人さんが脱退すると、センターポジションから目立った演奏を披露するようになり、バンドの中心メンバーとなりました。CCB が解散した翌年の1990年からソロ活動をスタートさせました。ソロ以外にも1997年頃から楽曲制作にも力を入れ、これまでに多くのアーティストへ楽曲提供や編曲を行っています。2015年には矢沢永吉さんのアルバムやライブに、ギタリストとして参加。結婚した相手が矢沢永吉さんの娘ではないか、という噂がありましたが、結婚したのは1997年なので、時期的にその可能性は低いです。現在でも変わらずイケメンで、元メンバーの中では唯一、音楽活動を順調に行っています。関口誠さんは歯科医の親のもとに3人兄弟の次男として生まれ、兄の関口義人さんは音楽評論家として有名です。幼少期に父親を病気で亡くし、いじめと不登校を経験。中学卒業後、高校へは進学せず、母親の知り合いの会社に就職し、10代の頃にクリスチャンの洗礼を受けました。1982年に渡辺秀樹さん、劉浩二さん、田口智春さん、米川秀幸さんと共に CCB の前身となるバンド、ココナッツボーイズを結成。1985年にバンド名を CCB に変更し、シングル、ロマンチックが止まらないが大ヒット、イケメンでギターボーカルのポジションだったことから、バンドの中でも多くのファンを抱えていました。1987年に CCB 脱退。脱退した理由は公表されていないのですが、メンバー同士の不仲とか色々噂されていました。脱退後はソロ活動をしながら、CCB メンバーとユニットを組んだりしています。2007年に心筋梗塞を発症し、後遺症で口のろれつが若干回らなくなっていた時期もありました。私生活では、二度の結婚をしており、現在既婚者。2016年3月に出演したバラエティ番組内では、その奥様に支えられている紐状態であることも告白しています。現在56歳の関口は、昼間から居酒屋でチューハイを飲み、音楽活動を続けているものの、ぶっちゃけ食えていない。紐状態に近いですね、と告白する。生活は整体師の妻が支えているとのこと。お酒ばかり飲んでいるために健康状態も悪いとのことでした。2019年にアルコール性肝疾患を発症。糖尿病や肥満、初期のうつ病なども併発し、生活改善を試みるも2021年にも体調を崩し、入院となっています。さらに2023年には自身がエホバの証人の2世であることを告白し、話題となりました。関口は、私はエホバの証人の2世信者でした。本日毎日新聞電子版に私の記事が掲載されています。興味のある方はご一読ください、と告知していました。母は輸血を拒否したまま死んだ。願った延命、葛藤を続けた40年との記事でした。当時は宗教観がニュースになることが多かったことから、関口さんの話は衝撃を与えました。いかがだったでしょうか。今回は CCB メンバーの現在についてご紹介いたしました。2名が死去、逮捕者が1名、
一人は紐状態と悲しいほど悲惨な現在を迎えてしまった CCB。 ファンのためにも残った3名でなんとかバンドを再建してほしいものです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。